皆さんこんばんは。今回は将棋ウォーズをやっていきたいと思います。最近将棋ウォーズの動画あんまり作ってなかったんですけど、どうして作ってなかったかっていうと、その4人将棋とかやりすぎちゃって、ちょっと将棋ウォーズの動画作る時間がなかったってことですね。ただ将棋ウォーズがなんかバージョンアップしたというか、なんか仕様が変わったみたいなんですよね。なんかデザインが変わってますよね。将棋ウォーズ龍神戦ですか。なんか以前はさ、練習対局っていうのがありましたけど、練習対局なくなっちゃってますね。その代わり対局履歴とかが一発で見れるようになってたりとか、観戦できるんですか。ちょっと書体が変わりましたよね。おっと音楽はないんですね。通信中というシンプルな画面。音楽流れるわ。ちょっとさ、相手の名前隠すのが、てかなんか、刺しづらいな、なんか。なんか、硬いですね、なんかそのマウスのなんか動き方っていうか、なんか、デザインがね。どうしようかな、こう流れか。うわー、これを隠出られたら困るので、これは、ではこれ、歩取れるか。歩取れても取ると飛車回られるんですよね。これどうするかな。銀上がってもいいかな。銀上がっちゃおうか、強気に。2分30秒。2分30秒も使ってしまう。これは受けるのが、手筋。わっと。これで受かってると見た。ちょっと3、6の視点が弱いですけどね。でも角道開けといて、あんまりこの角道に、あんまり相手も恐れる必要はないと思いますけど、これ前のが良かったですね。なんかこの、右ギアグ。遅いんですよ、なんかその、反映されるのがね。これ、桂馬取ったら引くのか。歩をついたら。切るの。いや、さすがにそれはやりすぎじゃないですか。これ取ってもいいでしょう。同角でまた歩で受けて。よいしょ。何が起こるんですか、これで。何か問題があるんですか、これで。何か問題でも。おぉ。2分。そっか。そうか、だけど、これ金上がったら、銀取れば角取るよっていうね。角取っといて、あれ？さすがの腕前じゃん。言うの遅いっていうのはさすがなことは分かってますけど、おじいさんの評論遅すぎる。ほんとさ、終わった瞬間にさすがじゃって言ってくれないと。てかさ、なんかそのデザイン変わった割には、おじいさんのセリフも一緒だし、音楽も変わってないし、これ音楽ってこれ変えられないんでしょうかね。音楽とかさ、10パターンぐらいあってもいいと思うんですけどね。なんかその、クラシックっぽいメロディーだとか、その、激しいメロディーとか、ゆったりメロディーとかさ、いろんな、ね、音楽選べた方が面白いなと思うんですけど、そういうところにはさ、力入れないんでしょうかね。なんかデザインとか、その、マウスのその、コマのさ、動き方とかさ、そんなことどうでもいいからさ、ねえ。やっぱり若者は次々と新しいものに挑戦していけるけど、おじいさんはちょっと、足腰が弱ってしまって、それか、おじいさんになっても足腰弱らずに、チャキチャキと歩いていけるようにね、今のうちから普段からね、歩いて買い物行ったりとか、自転車とかバスとかでも行けるところでもね、歩いて行って、しっかりとね、自分の歩く力っていうものをね、維持していかなきゃいけないなと思ってますからね。この歩き人チャンネルの、メインテーマは歩行動画ですからね、将棋ではありません。歩き人っていう名前が そのものですから。最近将棋動画の方が多くなってますけど、将棋動画は、
あの副題 副テーマですから、主題は歩行動画なんですよ。だから歩行動画ですよ。まあ最近生放送では自分の意見を述べるというか、これこれはねこうだと思うんですよとか、そういうまあ意見の押し付けというか主張の押し付けというか、そういう感じの動画も多くなってるんですけど、本当ね最近のね一番熱いテーマといえばね、仮想通貨ですよね。私は仮想通貨ってものを買う気が全く起こらないんですけども、まあ、仮想通貨の相場が乱高下して仮想通貨投資にね人々が走っているらしいという話を聞いて、そんなさチューリップみたいなものを買っちゃって大丈夫かとね。まあだからさ、生放送中に議論してみたいんですよね、仮想通貨が好きな人と。もう仮想通貨はつべこべ言わずに買っとけと。もう将来絶対買っといてよかったっていう日が来るから買っとくべきだよっていう人がいたらさ、ちょっと生放送でちょっと意見をぶつけ合ってみたいですよね。でもさ、身近にその仮想通貨持ってるって人もいないし、仮想通貨についてね批判するような生放送しても反応してくるね視聴者の方がいないんですよね。残念ですよね。あ、でもそうか、やっぱりアルティビトチャンネルの視聴者の皆さんはやっぱり賢い方ばかりだから、仮想通貨みたいなそういうなんかわけのわからない、まあ、はっきり価値がないものには手を出さないんでしょうね。やっぱりそのお金の使い方が上手い人ばかりですからね。そういうなんていうの、みんなが買うから僕も買う的な、そういうなんていうかな、そういうこう危ない橋を渡っちゃうような人っていうのはさすがやっぱり歩き人チャンネルの視聴者だけあってやっぱりいないんですよね、そういう変そう、うん、まあ、だからまあしょうがないかなと思いますけどね。まあそんなわけでこれからも、まあ、こんな風にね押し付けがましい動画を作っていきたいと思っております。それでは皆さん次の動画でお会いしましょう。さようなら。